僕が韓国の位置だったらもう日本と組むしかないなって絶対思いますけどね、うん、まあ、普通はそうですよね。日本とアメリカと組むしか、だって北とあんなこと組めるわけないじゃないっていうしかもその向こうに中国があるわけじゃないですか、うん、怖くて寝れないですよね。そうですね、本当。でもやっぱそれ以上に日本が嫌いっていうのが前面に出てきてしまっていたのが韓国なので、うん、はい、韓国が塩がなくなってって言っても知ったこっちゃないよっていう感じですよ。塩選手やりましたけどね、はい、韓国で塩高騰、はい、キムチ作れない処理水で野党誘導っていうバカな話ですねこれね、はい、面白い話なんですけど、はい、これまあね、もう韓国らしいエピソードですよ ね、はい、やっぱ韓国は、うん、なんていうかな、こうあるべきだなみたいなところもありますよね韓国向け輸出管理、うん、優遇対象国に復帰へ、はい、7月再指定ということなんですが、うん、はい、いやこのなんかスピード感を持って日韓関係の改善が進んでいる状況の中で、やっぱ日韓の通貨スワップだったりとか、こういうそのいわゆるホワイト国、まあ旧ホワイト国ですね、への復帰とかいきなり進んできましたね。政府は27日輸出優遇措置の対象となるグループ A 過去旧ホワイト国に韓国を再指定するため政令改正案を閣議決定した。韓国向けの輸出管理をめぐり2019年夏に厳格した措置は4年ぶりに全て解除される。すごいな、はい、日本は19年8月に韓国をグループ B に格下げした。韓国に製品などを輸出する際の日本企業に一定の負担が発生、人手が限られる中小企業には影響が大きかったとみられる。経産省は格下げの理由について韓国側で審査を担う人員が不足していたほか、軍事転用できる部品や素材を韓国が輸出する際の審査体制が一部で導入されていなかった点を挙げていた。グループ A に戻ると国際的に決まっているリスト規制の品目は輸出許可が必要だが、それ以外では原則として不要になるということですね、うん、まあ、これはまあ結構いろんな批判もあるんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、このなんか日韓両国のなんか鋼の意思が見えるなというか、はい、ここまで急にやってくるんだなっていう、そうですね、意思が見えます、ね、はい、はい、まあ、レーダー照射だけはちゃんと詫び入れさせたかったなっていうのは僕は、うん、あれを棚上げしたっていうのは、うん、ちょっと、まあ、自衛隊に対してすごい岸田さんの、うん、なんかいい加減さっていうか、うん、思い入れのなさを非常に感じるんで、ね、すごい腹立つんですけど、ただこの韓国とこの、うん、ホワイト国関係とかで、半導体関係の部品とかの融通とかは、うん、やっぱやらないと、あの安全保障もそうだけど、なんですかね、日本の業者がね結構ダメになってるんですよね、うん、あの韓国に売る分、サムスンに売る分を考えてやってた分が韓国側もある程度調達し始めたりとかしてたので、うん、別のルート行っちゃったっていう、そうそうそう、うん、だから日本の中小企業がねちょっとやられちゃった部分とかもあるんですよね、うん、だからこれはもっと早くやらなきゃいけなかったことかもしれないくらいな、うん、あのまあ、中小企業経営者として見たら、うん、おいおい国何やってくれたんだよという感じなんですよね、うん、まあちょっとあの時左翼政権だったんでね、韓国側が北朝鮮に出してたんで、うん、そっちはそっちで安全保障の問題だっていうのがあったんですけど、うん、なかなかね、まあ、今ユン政権になって、はい、ようやく、うん、なんか希望が見えてきたかなっていうところではあるんですけど、それでも問題が消えたわけではないので、はい、まあ、これはあのまた何かあれば、うん、あのまたこの指定に関してはまた変化があるかもしれないですけども、はい、まあ、とにかく、まあ、最大の敵、まあ、中国だったりとか、はい、北朝鮮とか、うん、そういうものを念頭に、はい、日韓はうまくやっていきましょうという流れが、うん、もうなんか見えてきてるので、うん、そうですね、うん、もうね、やっぱ北朝鮮があれだけミサイル出したりとかしてるんで、うん、やっぱ防波堤にね、うん、朝鮮半島、朝鮮半島でやっぱ韓国、まあ、僕が韓国の位置だったらもう日本と組むしかないなって絶対思いますけどね、うん、まあ、普通はそうですよね、日本とアメリカと組むしか、だって北とあんなこと組めるわけないじゃないっていうしかもその向こうに中国あるわけじゃないですか、うん、怖くて寝れないですよね。そうですね、朝鮮半島の韓国っていうポジションは、うん、本当。でもやっぱそれ以上に日本が嫌いっていうのが前面に出てきてしまっていたのが韓国なので、うん、はい、ね、だからこそアメリカにね、うん、移民しちゃうやつが多いんだなっていうのね、うん、非常に本当ですよね、重い本当韓国、いや普通に考えたら、うん、いや僕が韓国で生まれたら、うん、やっぱチャンスないなってって思ったら、うん、やっぱこれはアメリカ行くなって思いますね、うん、普通に安全保障考えてもあの
ソウルがね、うん、あれだけ国境ギリギリのところにね、北朝鮮との近さとか考えるとちょっとおっかないですよね。いやというか韓国に生まれるって、うんうん、まあちょっと数年前ヘル朝鮮とか言われてましたけど、はい、やっぱ受験戦争の厳しさとか考えると、うんうん、辛いっすよね。辛い。だってもうなんか小学生から、うん、もう大学の受験勉強を始めてとか、そうで、ね、野球やるかサッカーやるかとか、はい、早めに決めなきゃいけないわけですよ、はい、で中途半端だと、うん、もう途中で故障して肩がダメになったとかだと、はい、もうそっからの人生はチキン、うんうん、チキン屋ですよ。なってたわけですから。今もチキン屋あるんですかね。わかんないです。行かなきゃいけないですね。結構やっぱ韓国って個人商店多いじゃないですか。多いですね。だからなんかそういうのでチキン屋になるっていう選択肢が多かったんでしょうけど、うん、なんかねよりそのやっぱ大企業とか作っていかないといけないんでしょうね、うん、そうですね。あと半地下のね家とかもあったりとか。半地下やばいですよね。はい、あの映画見たらやっぱちょっと厳しいもんがありますよね。そうですね、はい、なんかあの家の中水浸しになるシーンありましたけど、そうあれ現実的にあるでしょうね。現実的に実際この間大雨半年くらい前か、うん、大雨があった時にねやっぱ半地下かなり水でし、うん、水浸しになって、まあ、当たり前なんですけどね、うん、半地下ですからね、はい、そうですね。結構岸田政権いろんなこと進めてて、うん、原発処理水の海洋放出も、うん、今もう工事ほぼ終了っていう状況なので、はいはいでね、ぐいぐいやってますんでね、うんはいまあ、反対する人はまあ、ねうん、ずっと反対するんでしょうけど、はいまあ、早くこれも進めてほしいなと思いますね、はい、だってこれもね、うん圧倒的に基準値未満のものを、はいはい出すわけですから、はい、だから他国だってやってるわけだし、そう、はい、だからね韓国が塩がなくなってって言っても知ったこっちゃないよっていう感じですよ、ねはい、韓国で塩高騰、はい、キムチ作れる処理水で野党誘導っていうバカな話ですよこれね、はい、面白い話なんですけど、はい東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出を控え韓国では海水汚染への懸念から放出開始前の塩を買い占める動きが広がり、はい、小売価格が急騰していると、うん17日ソウル近郊のインチョンで、最大野党共に民主党が開催した処理水放出反対集会登壇した活動家の女性は放出後の海水から精製された塩では11から12月に各家庭で一冬分のキムチ漬けを行う行事キムジャンができなくなるとの主張を展開した、うんうんキムチなしで生きていけますか女性の呼びかけに参加者らは大歓声で応じたと、まあ、実に韓国らしい出来事だなと。早とちりですよね。そうですね。で韓国では6月に入り、天日塩塩ですねの価格が春先に比べて上昇、当初は天候不良に伴う生産量の減少が原因だったが処理水問題と結びつける一部報道の影響を受けて塩の需要が急増したということですね。これ完全にもう間違った情報に流されて塩買い占めが起きてるっていう状況なんですよね、はい過去最悪と言われた日韓関係が改善に向かう中でも処理水に関する韓国世論の拒否感は強い。韓国日報の世論調査によると海洋放出への反対は韓国人の 83.8% に上った。背景には原発事業者は正確な科学データを公表しないとの不信感がある。韓国南部のコリ原発では過去全電源喪失事故が1ヶ月以上隠蔽されたり、原子炉の一部に偽装部品が使用された問題が発覚したりしたと、うん、これ韓国のそれは韓国の問題だってそう韓国の問題だし、うん、韓国ってフランスの原発かなんかのシステム入れてるんだけど、はい、本来フランスのそのシステムの部品を入れなきゃいけないんだけど、はい、業者が勝手に自国で偽物の部品を作ってやって漏れたとそういうその耐久性のないものを賢者なよ精神で賢者なよ精神でやってしまって、事故ったとかそういったこともあるんですよ。だからそれを隠してたっていうこととか全然あるわけで、うん、でそれで問題だっていうことなんですけど日本の場合はほとんど情報公開してて、はい、で、処理水をちゃんと韓国よりも綺麗な水にして、うん出すわけですよ。そうですね。韓国の方が、まあ、日本に比べたら処理水というよりも汚染水なんですよ、うんはい、韓国の方が、まあ、希釈するのでそうです、まあ、まだ大丈夫なんですけどもうどこの国でもやってることですからそうなんですよ。だからそれなのに韓国はその歴史問題でもそうですけど、うん、日本がひどいことしたっていう嘘をついて、うん、
広めるんですよね、はい、それに尾ひれがついて、うん、どんどん日本がひどいことしたっていう形で、うん、歴史問題とかもやっちゃうんですよね、うん、それで日本政府がと韓国政府がこれはちょっとまずいってことで手を打った時に、はい、韓国人も納得しないとこまで行っちゃってるんですよね、うん、勝手にその嘘を広めて教育しまくってその利権団体ができちゃってるもんだから元に戻れなくなっちゃうんですよね、うん、これも今回の原発についても韓国の議員たちは来たけど、うん、認めるわけいかないんですよね、はい、もう嘘を教えちゃってるから国民に日本の原発危ないとそうだから一部の政治家はそういうのを利用して、はい、国民煽って、はい、そうそうそうなんか不安感煽ってそう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 国民煽ってみたいな感じでやってるから価値悪いしどうしようもないどうしようもないですよねそうそのキムチつけられないとかそれで関係ないだろうっていう話だよね日本が原発の処理水を放出すると、うん、塩が作れなくなるから今のうちに塩を買い占めようってことになって自分たちで大変になってるってそうですね。でしかもその塩何に使うかってキムチに使うっていうだから一気に買い込んでるっていうもうなんか転売屋の陰謀なんじゃないかとそれは思いますよねそういう不安が煽って塩を買い占めておいて正直アホくさ後から売るっていうそうアホくさっていう感じなんだけどそうだからこの記事見てちょっと笑っちゃったんですよ、ね、勝手にやってろって思うんだけど気の毒だよねやっぱその一部の煽る人とアホな、うんまあ、情弱なんですよね、うん、だからそれが絡んじゃって最終的にまともに歴史問題とか理解した人まで大きな声でもう言えないとこまで言ってるんですよ、ね、日本の原発処理水大丈夫ですよって思ってる人はいると思うんですよ、はい、知識人は、うん、だけど言うとやられるからもう言えないっていうそうはいそれがどんどん拡大していってそう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 もう誰も手つけられたから、はい、これはねもう韓国らしいエピソードですよ ね、 すね、はい、やっぱ韓国は、うん、なんていうかなこうあるべきだなみたいなところもありますよねこれが韓国だよなって久々にやってくれたっていう感じですよ ね、 すね、はい、キムチがつけられないじゃないかっていう話をしてましたけど、はい、もうあの辺 の、 その事実関係とか事実誤認の国ですからね、うん、韓国はやっぱりあの中国の属国だったっていうのを韓国のほとんどの人は知らないっていうねあいや最近記事があのヤフーで出てましたけど、うん、韓国人のほとんどがかつて自分たちが中国の属国だったというのを知らないもうお前らの教科書何書いてんのと教科書もう近代から始まってるんじゃないですかねそうだそれはだから日本にだけは属国になった、うんまあ、植民地支配受けたっていうことなんだと、はい、いやいや属国じゃなくて併合ですからって、うんはい、併合ですから日本はってのはいやあるんですけど、うん、中国にあのなんかそうそうそう最初からずっと独立国家だったって思ってるから、うん、日本に対しての恨みがでかいっていうだけだったというね、うん、ちょっと特殊にも程がありますよねそういやいや半島はあの旗だって、うん、あなたたち秦からもらった旗ですよと対極秦の属国って書いてたんですよそれ、はい、知らないのかと、はいまあね、特殊な国ですからねあそこはそうですね、はいはい